<で>どうも、一週間近く寝てないバカッター警察交番勤務の PDR さんです。またバカッターそれはこっちのセリフだよこんな短いスパンでこんなにバカッター動画を出したの初めてかもしれませんね。もうバカッターのみんな一週間でいいから寿司屋に行くな少し落ち着けよだからお前が落ち着けって。 最近はもうバカッターの動画を出した瞬間にまた新しいバカッターが出没するという悪循環が続いてるんですよまるでレミングズのように人生を終わらせてるね本当にさ最近日本の水道水に B ウイルスが混ざったとしか思えないんですよねいや B の遺伝子だと思うでは皆さんが送ってきたバカッターを見ていきましょうでもその前にぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします 電車来たら危ないし、人に当たったら死にはしないけど、絶対怪我するじゃん。田舎キッズよ。聞く意味はないと思うんだけど、なんでそこに棒があるから暇だから春休み3日目にしてオナニーのしすぎて頭おかしくなったのか相棒わかった赤ちゃんの時に10回以上落とされたからだよな。だよなそうだよなそうだと言ってくれ相棒、もうこれ以上バカッター見るのやめよう。 大丈夫だ。全然大丈夫そうじゃねえじゃん。次の二つのバカッターは、両方ともカラオケ店招き猫で撮影されたものです。アイスそういう食べ方していいけど、口を拭かないことに対してキレる友達が意味わかんない。口つけてないから、セーフえって言うとでも思ったかあ、はあ、よかった。 それやりたい気持ちはわかるよねでもさ、そういうアホなことをやってるのを撮影してネットに上げたら、どんなバカでもさすがにどうなるかわかるでしょわからないからやるんじゃないの ?P d アルさんが初めてバカッターを取り上げてから10年近く経ってるんですよ。10年近くバカッターのその後の悲しい末路の前例が10年分もあるのに、10年分もあるのになんでまだわからねえんだ もうやめ、黙れはい、はい、次はもう一つの招き猫バカッターなんですけどバカッターっていうより殺人未遂ですうわ青管スプレーとライターを使って火炎放射器を作ってそれを友達に向けて発射してますやばすぎだろそいつ動画見せたら YouTube 様的にアウトかもしれないのでスクショをどうぞ リコパコスやバカッターくんの友達友達やめよそしてバカッター君悪いことは言わないから医者行けこちらのバカッター2人に対して招き猫さんは警察に相談してるそうです両方捕まえてソフトクリームくん VS 火炎放射器くん希望氷と火の直接対決はい何でもないです最後のはくら寿司でのバカッターなんですけど最後のスシローのバカッターとほぼ一緒ですババカカッターのカバーの <music> Fantastisk! <laughs> <laughs> さあ、迷惑の上に面白くないんだよねえどうせだったら店に行ってシャリだけくださいって言って持参してきたマグロをその場でさばき始めて自分で寿司作れよマグロを持ち込もうとした時点で入店拒否されると願いたいそれかグランダームサシの格好をして回ってる寿司を釣るまず古いそして絶対にやらないでくださいちなみにこちらの方はネットから逃亡する前に謝罪動画を出しました,このた

この動画を出した瞬間にまたバカッターが出没すると思うんですけど次の動画はバカッターとは関係ない動画にしますのでご安心くださいさすがの PDR さんもちょっとバカッターに疲れましたねゃっ皆さんも知ってると思うんですけど PDR さんメンバーシップを始めました月490円ですお金ある人だけ メンバーになってください。無理して入ることはしなくていいんで、本当にね。本当に余裕のある方だけお願いします。で、メンバーになると、こちらのメンバー用バッジとカスタム絵文字が使えるようになります。このカスタム絵文字はメンバーが増えるともっと増えます。そして月に1回メンバーのために限定動画を出します。間に合わなかった場合は生放送です。す,すいません。勘弁してください。興味ある人はぜひ、 中二病になろうぜ。皆さんはこの終わりなきバカッター戦争についてどう思いますかぜひ意見をお聞かせください。もうやめてくれよどこも行け、ほんともうどこも行けなくなるカラオケ、もうカラオケでアイス食えないし、寿司食えないし、天丼食えないし、全部の店行けなくなって自炊しなきゃいけなくなったらどうすんだよバカッター自炊できないでしょとも食いでもすんのかということで p d アさんバカッターを見すぎてちょっとおかしくなって何を言ってるのかわからないので前回の動画とその前の動画をぜひぜひチェックしてください。どう